ましょう。エスカレーターエレベーターでした。さあみんな面白かったかな。まずねエスカレーターのやり方の説明をしちゃうぞ。これ準備するものがあります。準備するものはスマートフォンです。お家の人のスマートフォンをちょっと借りて、スマートフォンのこの撮ってる時に見えなくなる部分を使って、ここから下ね、ここから下をうまく使ってエスカレーターを表現します。その時のやる人のポイントは、体がまっすぐなまんまってこの見えなくなるところに沈んでいくことです。この時にこんな風に曲がっちゃって隠れたりとか、こんな風に猫背になってて、これだとうまくエスカレーターに見えないので、乗った時ブーってまっすぐなまんま移動するといいよ。そしてエレベーターも一緒で、このまんま、そう、体が姿勢このまんま移動すると、こういう風に曲がんないでこうじゃなくて、このまんま上下の運動をするとエレベーターに見えます。さあいろいろチャレンジしてみてね。おピッグチョン。みなさんさようなら、まったね。チャンネル登録してね、いいねも知ってね。